事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを見たいならやり続けるしかないのさ。 That's my way, my way. That's way now. That's my way, my way. だからこのツイッターの、はい、あの質問箱みたいなのとかあったりね。はい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 、うん、ありますね。あと俺がツイートしたやつに対して、はい、こうお返事をいただいたりなんかするわけですよ。はい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 、そういうのを、はい、この YouTube の中でこういう時間とかでも、はい、俺はちょっと発表したいなと思って。ああ、はいはいはい。何歳から何歳までストライクゾーンですか。あのストライクゾーンなのかな。ドカンと一発ストライクゾーンなのかな、これ。そうでしょう、ね。その話。そうでしょうね、何歳から何歳までって言われてもな。だから俺なんかもう52だから、はい、だからまあ昔はやっぱり若い時50何歳の女性っていうのは、うん、変な話言ったら完全にボール球だったでしょ。はいはいはい。だけど俺不思議と今52歳の女性ストライクゾーンだと思うな、多分。おあれ不思議だな、はいはいはい、やっぱり。なるほど。でも60歳どうだって言われると、はい、そこはやっぱりちょっとボール球かな。ボール球かもしんない、やっぱりな。なるほど。だからやっぱり同い年までだろうな。はい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 。そんで下は、はい、やっぱりもうてめえの子供がもう30近いわけですから。はいはい。28ですから。はいはい。だやっぱりそれより若いのはちょっと罪作り、罪作りでしょ。はっきり言って。なるほどね。うん、だからそんな感じなんじゃないのかね。はい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 、はい。ただ、私も人間なんで、はい、どこでどうなるかはわからない。まあ一応答えとしては、そんな感じですよ。ほんで、あとこれ、月に行きたいと思いますか。ほう。あ、月にね。はいはい。月には別に行きたくないね。だって何にもないでしょ。で食い物だってろくなもん食わさねえわけだろ。あ、そうですね。それで行ってどうだって言われたってさ、うん、行きてえかって言われたってさ、行きたくありません。はっきり言って。どっか骨を折ったことありますかと。ほうほう。あ、もう人生が骨折り損のくたびれ儲けなんだね。骨折ってばっかりなんだけど。はい。それとね、じゃあ次はね、あ、取引先の工場に、はい、ね、はい、中学高校時代は、はい、ヤンキーで、はい、喧嘩に明け暮れていたと、はい、自分で言っている人がいます。はい。しかも何度、はい、ね、自分でこういうことを何度も言う人って格好悪いと思いませんか。お、いるね。いるね。ああ、もう本当は大したことないからね。本当は大したことない。そんな喧嘩なんかもしたことないんだけど。はい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 。だからいわゆるオオカミ少年マルロみたいなもんですよ。いわゆる。はいはいはい。うん。そんで、あとあの猿吉みたいなもんだよね。はいはいはい。うん。格好だけみたいな。うん。で次はビーバップの時は本当にヤンキーでしたか。あ、それはでも聞きたいですね。あのね、はい、私はね、ヤンキーじゃないですから。私はすごい真面目で。本当ですか。いや本当にもうね、白井さんちのみっちゃんって言ってね、はい、もう学校家から出ていくじゃない。そうするとあ、みっちゃん行ってらっしゃいって近所の人が言ってさ、はい、どうもおはようございます、今日もよろしくお願いしますみたいな感じで、はい、学校に行くわけですよ、はい、で学校行くところは大体先生とかがいらっしゃるからね、はい、でそこ行って学校の先生におはようございます、はい、今日も一日よろしくお願いします。そんな話ですよ。で学校行ってやっぱりその不良の人間とかもいるわけですよ、はい、だけど僕はそういう不良の人間もあ、いろいろとそういうなんかあるんだな、はい、いろんな人たちがいるんだな、はい、でも僕はとりあえずは学生なんだから勉強しっかりやろう、はい、勉強をやって、はい、
で部活動に出て、はい、入って、はい、お風呂に入ってご飯を食べて、はい、っていうそういうまあごくありふれた、はい、いわゆるヤンキーではないですよ。そういう生活を送っておりました私は。本当ですか？本当ですよ。俺はね、はい、何が嫌いってね、はい、嘘と女と酒と金が大嫌いなの。ね、お酒結構好きな感じな僕なんか言ったこと、嘘と女と酒と金は大嫌いなの。はい、ね、はい、だから私はこの答えは、はい、本当にヤンキーでしたか、はい、ヤンキーではありません。はい、白井さんにアメトークの高校野球大好き芸人に出演していただきたいです。僕も出たいです。ただ芸人じゃないんで。そうですね、呼んでくんないと思うんですよ。枠がちょっと違う感じ、ね、ちょっと違うんじゃないか、はい、だからないかないかな高校野球関連の、うん、そういう番組とか、うん、ああいうのちょっと俺呼んでくんないですか誰か。もうそんなお好きなんですか。いや俺も高校野球相当うるさいっすよ。テルさんは野球はやってはらへんかったんですか。別に俺はね、はい、小学校の時やってました。ああそうなんですね。で中学も野球部に入ろうと思ったんだけど、はい、近所の人が、はい、その人も小学校の時同じチームだったんですよ、はいはい、そしたら中学入ったらその人陸上部に入ったのね。ほんで俺結構かけっこ早かったから、はい、俺は中学入ったら野球部に入ろうと思ってたんだけど、はいはい、なんかその人が、お前かけっこ早いんだから陸上部入った方がいいよって言って、ほうほう、勧誘されちゃって、はいはい、でなんか陸上部入っちゃったんだよね。へえ。でそれからなんか野球部、なんでだろう、俺あんだけ好きだったのにな野球、なんで野球部入んなかったのかって今でも思うんだよね。だから中学高校って本当はやりたかったんだな。で今度さ、で高校もさ、はい、俺はじゃあ高校行ったら俺ラグビーやりたかったんですよ。ほうほうほう。今度はほうで高校行く時に先生に学校行く条件としてね、はい、別にそのまあ私立でも構わないですよと、はい、で公立でも構わないですよと、はい、でまあ公立受かんだったら別に公立行けば、はい、親の負担も少ないし、はい、まあ公立でいいですと、はい、で滑り止めで私立も一応受けときますと、はいはい、ね、で条件としては学ラン。俺のところの中学って、はい、学ランじゃなかったのよ。ほうほうほう。あの当時には珍しく、はい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 、ブレザーだったの、はいはいはい、というのはうち俺が出た中学校って相当悪かったの昔から。みんなもう変形の学ランを着しまうもんだから、あ俺の中学ってもう早々ともうブレザーに変えられちゃって、ね、なるほどなるほど、もう横浜市でも指折りの悪い学校だったんですよ。はい、本当に、はい、ね、まあその中では私はヤンキーじゃないですけどね。そうなんですかね。ほんで要はその学ランっていうものを着たかったの、はいはい、だから学ランで、はい、そんで私立でも公立でもいいけれども、うん、ラグビー部があって、ほう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 、ね、そんでまあ通うのも、うん、まあ電車乗って、うん、そんなにもう大変じゃないところ、はいはい、あんまりそのなんかどっか電車で1時間も行くとかね、うんうんうん、例えば電車からまた降りてからまたバスに乗って通ったらことかね、はいはい、すげえ遠いとかそういうのはもうやめてくれと、はい、なるべくそのまあ家からっていうか電車30分以内、はい、電車30分っつってもう遠いから、はいはい、だから要は電車に乗ってから学校に着くまで30分ぐらい、はい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 、ぐらいにしといてくれと、はいはいはい、で家から電車までは俺ん家すごい近かったから、はいはい、うん、駅はだからまあ全部で3、40分で着くようなところにしてくれと、はい、そうすればだいたい7時45分ぐらいに家出れば、はい、8時半までに学校入れるぞと、はいはい、いう話じゃん、はい、でそのぐらいにしてくれよと、はい、いう話で学校
見つけてもらったわけです。はいはいはい。でまんまと私立は受かったの。はいはい。私立はまあ学ランでしたよ。ほうほう。そんでラグビー部もあって、はい、駅からも近かった。はいはい。公立なんだ問題は。ほうほう。なんか先生勘違いしたのか知んないけど、はい、最初願書出しに行くときにもうびっくりしたんだから。ほう。駅降りてからもうそこまで行くまでね、駅降りてから学校まで30分ぐらい歩くんだから。しかも山登るんだよ。へえ。こんなところなんだよっつって。はい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 。おかしいなと。そんでがほらそこの学校の学生もいるじゃん。はい。それ見てみたらブレザー着てんだよ。ネクタイ締めて。なんだよこれよみたいな。全然話が違います、ね。違うじゃねえかよ。はい。でなんかしないけど俺でもまあしょうがねえなと思って受かっちゃったんだ俺公立。はい。で親に一応言ってみてさ、うん、だけど俺その学ランが来たいし、うん、学校までも遠いから私立行ってもいいかっつったの、うん、俺聞いたの。はいはいはい。ね。だから別に行くのはいいよと。ほうほう。お金出してあげるから、ね。はいはい。別に。その当時なんかバブル全盛だしさ、はい、うちの家も意外と裕福だったんで、はいはいはい、全然もう私立行っても全然 OK だったんだけど、はいはい、なんだか知んないけど俺まあだけど俺親に負担かけたくないっていうのがあって、うん、でやっぱりちょっとでもなんか優秀な学校に行った方がいいなと思ったのが、その私立の滑り止めで入ったところって一ランク下がるわけじゃん、はい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 、だからそういう風にした方がいいなと思って、はい、俺は公立を選んだわけです。はい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 。ほんで入学しましたと。はい。しょうがねえなと思って、はい、でやっぱ電車降りてから30分ぐらい歩くわけですよ、はいはいはい、しかもブレザーにネクタイですよ、はいはいはい、やだなと思いながら、はい、だけどまあしょうがないそれはと。だけどもういい、俺はとにかく学校行ったらヤンキーじゃないしね、はい、勉強は得意だから、それとあとラグビーに燃えようと、はいはい、ね、それでラグビー部に入って俺は花園を目指すんだと、ほうほう、ね、そういうつもりでいたんですよ。はいはい。蓋開けてみたらラグビー部ねえから。おい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 先生、全部条件ねえじゃん。で何があったかってアメリカンフットボール部があんだ。はい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 。アメリカンフットボールじゃねえんだ俺やりてえのは。なんだよみたいな。もうそっからもうちょっとふてくされましたよね。なるほど。動画面白かった。